こんばんは。2018年の4月の3日、3時48分です。よろしくお願いします。いやー、動画編集作業やってますが、大変っすよ。なかなかね、進まないっすね。今やっと1本作り終わって、まったり、お作業やってたところですね。なんか、やっとね、配信者として食えるようになったから、動画の方でも食えるようになりたいですね。YouTuber はすごいよ、本当に。何かでね、飯を食っていくっていうのは大変ですよね。なんかね、なかなかね、配信者とか、こう、YouTuber とか、努力っていう形が見えづらい職業ではあるかもしれないけど、やっぱりやっていかないとダメだからね。やっていかないと。継続は力なりでしょ。何になるか分かんないけど、でもやるんだよの精神大事だよね。でもやるんだよ。LINE 登録ありがとう。コテハン教えてね、LINE 登録する人は。コテハンメールください。
愛はつ、この時間に放送するのは久々かな？おいわためいらっしゃい。おはようっつうか、俺寝てないだけなんだけど。ああ、もう4時か。4時か。YouTube でテルちゃん見んのか。何の動画？テルの。バガープレゼントありがとう。いつもありがとうね。テルの何の動画見てたの？みんなサッカー見てる。ああ、なるほどね。サッカーね。和藤さんが上げた動画。ああ、テルチャンビンの試合？テルチャンビンの試合かな？そうした。今上げて、それをやってたところ。ありがとうね。本当俺のこと大好きの。本当俺のこと大好きだね。ありがたいよ。嬉しいよ。延長代ありがとう。ピヨコありがとう。今それの SEO 対策してるね。私も寝てない。 いいじゃない。楽しもう。
寝れない子おいで。怖い話？いいよ。森喜之が捕まった。怖 予算捕まったらしいね。うんこ漏らしたの何年前かな？ 1 年ぐらい前かな？最近漏らしてないね。配信サイトツイキャス。アドーって在日だから日本戦に一切興味ないの。なんで俺のことだ在日在日って言いたがるんだろう。孫悟空ね、まあ、孫悟空は冗談のつもりなのか何なのか分かんないんだが、俺結構不快なんだよね。それって差別主義者で、なんかね、悲しいことだと思うよ。やめた方がいいよ、大の大人が。何々人だとか言うの。結構俺アメリカにその留学しに行ったことあるんだけど、本当に差別されてる人からするとすごく虫唾が走るコメントなんだよ、それって。差別は肯定できないかな、ちょっと気分が悪いかな。冗談のつもりで言ってんのか何なのか分かんないけど、そのコメントを見て傷つく人がいるんだよ。そういうのはやめた方がいいと思うよ。愛はどっち？楽しいのはあなただけだよ。俺はサッカーは興味ないけど、うんこ漏らすとさ、マジ死にたくなるわ。あ、俺ね、結構やったって思うかな。記録更新みたいな。ちょっと価値観が違うね、ピヨコと。あ、まだ大丈夫みたいな安心感あるね、俺は。差別なんかしてないよ。非日本人が日本人が聞いただけなんだけど、何にも差別してないよ。まあまあ、普通にじゃあ日本国籍なのって聞けばいいんだと思うけど、あなたの質問じゃなくてさ、和道って在日だからっていうのを、俺が在日韓国人だっていうことを限定的に言ってるでしょ。それは質問ではなくない？和道って日本国籍なの、韓国国籍なのって、中国国籍なのって、外国人なのっていうのが大人な聞き方だと思うよ。それが質問しただけっていうふうに、何にも差別してないっていうふうに思うの。俺はなんか韓国人の人を揶揄してるようにしか見えないけど。いや、俺は揶揄してるようにしか見えないね。日本人として恥ずかしいよ。俺は変態だね。間違いない。ああ、サッカー熱、いいじゃない。日本がベスト16に入って素晴らしいことじゃない。はい、こんにちは。あなたと議論するつもりないわ。俺はとにかく不快に感じたのは、俺は不快に感じたっていうことは伝えたから。で、俺の受け取り方は俺の自由でしょ。で、俺と同じように不快に思ってる人はいるはずだよ。
それはあなたは誰も傷つけてないっていうのはあなたの感覚で、別にそれは否定しないから、あなたがそういう人なんだっていうのは分かったから。で、俺はあなたの人格は別に否定はしない。ただ俺は不快に感じたの。それは間違いなく事実だから。ノンフィクションってなんだろう。わかんない。あなたのコメントが俺は不快だっていうことを言ったのね。で、あなたは自分で質問をしたって俺に問いかけたの。俺が言い始めたわけじゃないから。で、あなたのは質問じゃなくて限定的な言い方をしたよねって言ったの、俺は。俺があなたが質問したって言ったわけじゃなくて、あなたが質問したって言い始めたから、質問ではないよって、あなたが限定的な言い方をしたんでしょって指摘をしたの、俺は。フワッチの配信者を投稿してたやつあった、 YouTube。 ああ、あれもうとっくにバンになったね。多分ね、ワンワンだと思う。ワンワンを取り上げ始めたからバンになったから。ワンワンね、動画職人大っ嫌いの。多分そこは関係してると思うよ。バンになってる、もう。知識とかそういうのはいいわ。今の会話に知識が必要な部分というのは何一つないから、めんどくさいんでどっか行ってください。あ、そう、あれ面白かったよね。もったいないよね。俺も好きだったわ、あれ。日本どうなの？これ勝ったら、もう勝ったらトーナメント制で進んでいくの？こっから先は。悪者扱いじゃなくて、あなたの発言が不快だって言ったんですよ。わからない人ですね。
悪者扱いじゃなくて、あなたの発言が僕は不快だと感じたんです。わかりませんか？日本語が。何言ってるんだじゃないんですよ。あなたの発言が不快です。すごいよね。日本って別に強くないんでしょ？え、勝ちそうなの？すげえよな。じゃあ見てみるか。うまくいってるかな。ちょっと動画のチェックします。まく撮れてる。撮れてるっつうか、うまくできてるかな。それはあなたがデリカシーがないからであって、なんでかっていうと、僕の友達とかに在日韓国人の方がいるんですね。で、そういうのが差別的な発言が日本人のすごく嫌なところだと。で、同じ日本人として僕は恥ずかしいと思って座ってるんですよ。僕は成田っていう街で在日の友達いっぱいいるんです。あなたみたいな人のせいで迷惑にね、迷惑がかかってるんですよ。日本の恥だと思ってるんで、僕はあなたみたいな人。すげえな、日本勝ってんだ。やば。ベルギー強いでしょ。ランキング3位、すげえな。日本めちゃめちゃ強いじゃん。え、っていうことは、もしかしてこのまま勝つと何？初のベスト8に入るの？やば。なんでこんな強いの今回。監督がいいのかな？ベスト8か、すご。あと何分の？38分か。仲よさん、おはようございます。お疲れ様です。34分で2点ってほぼ勝ち確でしょ。サッカーのことあんまりよく分かんないけど。
7割ぐらい勝ってるでしょ。2点こっから盛り返すの大変だよね。引き分けの場合ってどうなんだろう。トーナメント制で引き分けの場合どうなんだ。また渋谷か。なんで渋谷で騒ぐんだろうね。引き分けは、あ、PK か。はいはいはい。引き分けは PK か。これパンの振り分け下手だな。音響さん、音響さんが下手。多分ね、右にね歓声入れて左に解説入れてるから、これ真ん中センタリングでいいのに。綺麗に取れてるっぽいな。あ、 DJ ポリスまだいるんだ。さん捕まったね。茨城だ。まあ恥ずかしいよね。なんだっけ、パトカーかなんかを嘘で呼び出して、なんかだよね、なんとか業務妨害だよね。ワンラウンド、これは3分ですね。これは去年なんで地獄だったね。ほんと死ぬかと思ったよ。もうね、素人に3分3ラウンドは無理。2分2ラウンドで正解。9分長えよ。最後のラウンド倒れるっつうか、もう2人とも吐きそうになってたもんね。殴り合いする気力じゃなかったね。これは痛かったね。怪我したね。1週間ぐらい歩くのビッグ引いてたみたいな。大変でしたよ。めちゃめちゃ痛かったね。団員6人出勤させて業務妨害的なやつですよね。多分そうだよね。救急車呼んでくれっつって。救急車1回呼び出すのに10万ぐらいかかるんだよね、予算。知り合いっていうか仲良かったからね、テルとね。まあでもなんか絆っつうかね、なんかリングの上でね、3ラウンド目にニヤって笑った時時間が止まったよね。やだよね、知り合いつうか仲いいかんね、テルとは。出会った頃から綺麗に編集できてるね。ここ二人でにやって笑ったよね。え、よっさんポンチューではないでしょ。よっさんのお母さんがポンチューでしょ。あ、やることがね。ゴロリがヨッサンのこと嫌いだから、ゴロリがなんか喜んでたよ、ツイッターで。ざまーっつって。
懲役3年来いって言ってた。ゴロリよっさんのこと大っ嫌いだから。いやもうね、ほんと死にますよ。3分差なの意識朦朧としてるから、試合中のように2人で後ろ向いたりとか。だからテル、あのテルがこんなんなってんだよ。サッカー2時間とかできるやつがこんなんなんだよ。サッカー2時間とかずっと走りっぱんでも疲れない男なのに、どれだけ消耗するか分かりますよ。テルのフットサル見たことある人だったら化け物なの知ってるでしょ。体力もうフラフラになる。だからボクサーが12ラウンドやるとかすごいよね。化け物だよ本当。リスナーにたかるどころか、もうずっと花火よこせって言ってる人、ことあるごとにずっと花火花火って言ってる人で、花火以外投げるやつはブロックって言って、本当にブロックする人。よっさんはえぐいよ。あんまりにもグダグダすぎてね、和田さんがね、早く戦えってよくやるんだよ。こうやって早くやれ早くやれってあまりにもグダグダだったんだろうね。いけって決着つかねえぞこれっつって二人ともかかんじゃうの。早くやれっつって。残り時間10秒。あ、フラストレーション溜まる試合だな、これ。これ去年だね、第一の捨て頃の方ね。裸眼でぼやけてるけど、まあまあ見えてますね。OK だね、うまく編集できてるね。無事にできてますね。これはねテルトなんで捨て頃1の方ですね。捨て頃1、うん、捨て頃1の方です。こちらはき去年のやつを今頃編集してるっていうね。まあちゃんと作らないとなと思って、便所太郎さんには許可もらってたから。俺睡眠障害持ってて、起きたらずっと起きてて、30時間ぐらい起きんのザラで、でその後20時間ぐらい寝るんですよ。だからいつ寝てるっていうよりもね、ずっと寝てずっと起きてっていう、なんかジャックハンマーみたいな。もうこの生活に慣れてる。だからもう普通の仕事無理だなとか思って。そうそう。だからまあ配信者やってるっていうのは俺の中ででかいんだけど。無理っすね。普通の仕事は。長く起きて宇宙人、まあ人間じゃないのかもしれないよね。どうなんだろう。
腹減ったな。まあ、牛スープがね、あんまり警察沙汰みたいなの好きじゃないかな、俺自身も。よくないよね、あんまり。ボクサーとクラシックバレエのプロは同じくらい体力使う。ああ、バレエもすごいんだ。なんか一番やっぱ格闘技が、今まで経験したスポーツの中でえぐいなって思うのは格闘技っすね。なんか全力で腕振り回して、で、バスケットボールを超至近距離から2人3人ぐらいからバンバン投げられて、お腹とか顔面に当たりながらそれでも避けて 動きまくるみたいな、なんかめちゃくもうスポーツっていうか、本当になんかめちゃくちゃだなっていう感じ。もうずっとなんか避けたり ステップ踏んだりしながらボールバンバン飛んできて、それ払ったりとかガードしたりとか、めちゃめちゃ忙しいっすね。まあ闘争はやっぱすごいよね。めちゃくちゃですよ、もう 怪我はするし、だダメージっていう概念がね、嫌だよね。もう殴られんの大嫌いだから。ああ、柔道もすごそうだよね。いや、柔道もえぐいと思う。とにかくやっぱ相手と組み合ったりとか蹴ったりとか打撃とか、やっぱ大変だよ。今回ダメージなかったからよかったけど、前回もうボロボロだったもんな。きつかったね。バレエの練習行くときはロッキー聴きながらテンション上げていた。あ、バレエやってたんすか？男性で。かっこいい。男性のバレエはかっこいいっすね。エロい。もっこりがいいよね。なんだっけ、コーヒーの CM 出てた人かっこよかったな。熊谷哲也だっけ？上質を知る人っつって。これの SEO 対策というか、これもやろうか。K カンパニー、K カンパニーってなんだろう。何食おうかな。
え、追いつかれたの？ マジか 嘘でしょ？もう、あと何分？マジかよ 何それ？サッカーってわかんねえな。俺、勝ち確だと思ってた。スポーツってわかんねえな 嘘？あと何分？ PK か、これ。わかんねえもんだな。超盛り上がってんだろうな、今頃。どやさ、どやさって感じだろうね、もうね。すげえな、それ。笑うわ。あと15分プラスアルファ。いや、びっくりだよね。びっくりでしょう。何食おうかな。飯どうしよ
勝つのかな、日本は。じゃあ、私一旦落ち着いたんで、お休みさせていただきます。寝ます。また起きたら放送するんで見に来てね。